ハムを使って傘を作ってみましょう。丸いハムを半分に切って、開いている傘と閉じている傘を作ります。開いている傘は、半分に切った大きい方を使います。ハート型の丸いところを使って骨の部分を切り抜いていきます。傘の絵はパラソルチョコレートの絵を使います。きれいに洗ったものを、パンやご飯の上に乗せて、その上にハムを乗せればもう傘らしくなりますね。絵の端を上から出してもいいですし、ちょっと長めだなっていう時にはこんな風に人参を乗せてあげます。閉じた傘の場合はこんな風に細長い三角に切って、ハートよりもちょっと丸の小さな花の花びらのところを使って閉じた傘の絵のところを切っていきます。閉じた傘の絵もまたパラソルチョコレートの絵を使いますが、長いままだと先の方が盛り上がってしまうので少し短く切っておきます。ここへ先ほどのハムを重ねれば閉じた傘ができます。ちょっと色味が寂しいような時には塩茹でした人参などのを先っぽちっちゃく切ってのせれば、華やかな感じになりますね。まだ雨が降っているわっていう時にはアスパラガスなどを薄切りにして、ちょっと、余白のところに置いてあげると、パラパラっと雨が降ってるのかなって、そんな感じがしますね。